カフスボタン。英語ではカフリンクスボタンホールボタンとは衣服、カバン、靴などに留め具として使用される服飾物。縫製服資材の一種である。語源はポルトガル語ベトが最も有力な説とされる。多くは実用性と装飾を兼ねるが、もっぱら装飾目的の飾りボタンもある。ボタンの起源はよくわかっていない。ただし、 古代エジプトには留め具をつけた皮服が見られる。ボタンが普及するようになったのは13世紀と言われている。16から17世紀には大量生産されるようになり、フランスでは特に発達した。婦人服に現代のようなボタンが使われるようになったのは19世紀になってからである。日本では江戸時代の末期になってに牛骨や金属の留め具が作られるようになったが、 旅の小ハゼに近いもので、本格的なボタンは明治になってから製造されるようになった。1860年代、オーストラリア北東部では、ボタンの材料となる新地外の採集が盛んになり、日本人のアマも労働者として訪れるようになった。これがオーストラリアに日本人が進出する契機となった。語源は、コラテン語のボッタレもしくは焦げるマン語で、 つぼみを意味する、ボトンと言われている。校舎の方の由来は、鋳造、または、打ち出しで作られた、金属製のそれが、シワがついているためにつぼみのように見えることから、とか、昔は本当に、花のつぼみを使っていたから、という説がある。日本で、ボタンという名が用いられたのは、江戸時代中期だと言われている。古実家、伊勢定城の安在随筆に、オランダ国にては、 この部という、ポルトガル国にては、ブタンという、それを言いたがえて、日本にてボタンというなりと記されている。ボタンの素材には、天然素材、半合成樹脂、合成樹脂、金属素材、その他の素材が使われる。なお、素悪品は破損しなくても、変色、色落ちする場合がある。これらの素材を複数組み合わせて製作されるボタンも、ある。 高級な素材を使っているからだけでなく、芸術性の高いデザインやアンティーク的な価値から、高額で販売されるボタンもある。ボタンの基本型には丸型、角型、角丸型、山高型、天丸型、皿型、たらい型、平型、お椀型、変形などがある。ボタンの穴には二つ穴、四つ穴、たぬき穴、変形穴、トンネル穴などがある。穴なしには、 足つきと足なしがある。最初は紐で引っ掛けて固定したが、後に南仏でボタンホールが考案され、布と布を直接固定できるようになった。ボタンには様々な大きさや厚みの製品があるが、以下のように用いられることが多い。洋服のデザインの中でボタンの数や配置は重要である。オリジナルボタンの製作や好みのボタンへの付け替えを受け負う店もある。 ありがとうございます。